どうも、エルザです。それでは、原神やっていきたいと思います。なんとか上登って、結局登ったのかっていうあれなんだけど、なんかね、ちょっと不思議なものを見つけたんで、ちょっとメインをほったらかしで、ぐるぐる回っとる感じですな。これで開放完了。いやー、やっぱ山だらけか。それではない。さっきでそこにね、スザクっぽいのがあるんで、それをちょっと取りに。ただね、あっちにもなんかね、光ってるところがあるから、行ってみたいんだけどね。さ、とりあえず触るだけ触ってみよう。回転？ほう。ということは、これを囲むように似たやつがあると。あそこ絶対ありそうなんだよな。さあ、2つ目発見。回そう。とりあえず全部向ければいいんだよね。ほうほう。で、残すはあっち側なのよ。今見てる方向で言うと、あー、ここか。さあ、3つ目、やっと来たー。これでいいかな。さあ、戻ろうの前に、なんかワープポイントがあるらしいんで、解放だけしときたいかな。どこにあったー。そんなところにあったのね。よし、これで OK。 じゃあ何があるか見に行こうかね。さあ、この上に何があるかな。結構大変だったね。さあ、装置を起動。ほう、上に上がっていくのか。あ、すごい、道ができた。
ん？さて、さらに上がって。おお。おお。これに。これたのか。ええー、すげえ。ああ、しかも。眼神の瞳もここにあるんだね。さあ、書簡。この雲上のところは、浮き星の石を基礎に作られたと。はあ、浮き石。結局戻っていったって感じか。武人の式、へえ、経験値か。まあまあそれなりにいいものはもらったって感じかな。なるほど。よし、じゃあ次、メインミッションやっていきましょうか。ちょうど飛んだばっかしだからね。やっていきましょう。さあ、後ろ側だね。まあ、さっき来てたからね。さあ、飛んで。あの辺りか。結構広いんだね。で、お宝ゲットと。さあ、これでそこに行こうかな。お宝か。あ、まだか。スライムちゃん倒して、よし。で、この先行くと目的地かな。なんでこんなところに石のテーブルが？しかも食器と酒壺がたくさん。隣の椅子には字が刻んであるな。ここに龍雲がいる。ここに紀州が座る。それと、ここを帝君が借りた。帝君ってもしかして元王帝君のことか。紀州はちょっとわからないな。龍雲、そうだ、あの昨月蓄養神君が言ってた仙人の中に龍雲釈風神君がいた。ってことはここはあの龍雲釈風神君が他の仙人と一緒に食事をする場所なんだ。もしそうなら仙人の好物を作ればあの龍雲釈風神君の気を引けるかもしれないぞ。でも仙人ってどんな料理が好きなんだろうな。全然わからない。しょうがない、周りを見てみよう。過去に参拝しに来た人が何か手がかりを残してくれてるかもしれない。そうだ、仙人って人参とお肉のハニーソテーって好きだと思うか。
あー、作るんだね。歯に沿ってね。まあとりあえず作ってみようか。ちょうど作れる場所あるしね。これ何なんだろう。ほう。痕跡。痕跡探しか。この辺りではないと。あ、この辺りね。料理した痕跡。綺麗に片付いてるな。ここで料理をした人は後片付けをちゃんとしたみたいだ。多分仙人へのお供え物を作ったんだな。この食材は松茸と獣肉。レシピが隣に置いてある。ここで料理をした人は本当に几帳面だな。松茸と獣肉を使う。松茸と獣肉ね。で、次こっち。この辺り。あ、カエル。さあ、痕跡は？小麦粉が地面に散乱してる。ここで料理をしてたやつはいい加減だな。鍋の中にあるのは肉だな。何の肉かはわからないけど、この料理もしかして仙人へのお供え物か。肉類と小麦粉を使う料理か。あれ、なんか紙が地面に落ちてるぞ。しかも足跡で半分汚れてる。この紙、料理と何か関係があるのか。さあ三つ目。肉ね。肉と小麦粉か。揚げ物って感じだろうかね。で、最後は。くるっと回って。そこか。ハスがあるね。料理をしたみたいだな。仙人へのお供え物を作ったのか。使い残しの食材がある。金魚草、ハスの花く、そして豆腐。手間がかかりそうな料理だな。お、あそこ見てみろよ。なんかノートみたいなのがあるぞ。難しい料理だからレシピをメモするのも無理ないな。オイラたちも確認してみよう。さあ、レシピゲットと豆腐もゲット。そしたら、そうだね、食べ物をそれぞれ作ってみるか。沸騰したよ。さて、
まずはこれか、豆腐、ハス、これを、これをノエルが作るんだ。さあ、まず一つ完成。で、次は松茸の肉巻きはバーバラ。で、最後小麦粉。チーム全員、あ、違う違う、レシピ先に使っとけばよかったな。しいたけ、ハス、小麦なんだよね。小麦使うとなるともうこれか。多分この3つなはず。チリとなれ、落ちて。よし、ああ攻撃力はあるね。火力があるのはありがたい。さあ、これで3つ OK かな。うん、ほうの、あ、全然違うね。モラミートか。あれ、モラミート作れたっけ。なんか作れなさそうな感じがあって気はするんだけど。小麦、そうね、意外と時間かかるんだよね。まあ1個でいいんだけど、まあ、あと50秒ぐらい待とうかな。で、これ、モラミート。さあ、バーバラに作ってもらって。これで OK、揃ったね。ほう、開いたね。あれ、なんかワープポイントが解放されたって出たね。すでに解放してた気がするが、ダンジョンか、まさかの。そうか、そしたらちょっとね、いろいろしててバタバタしてたんで、今回ここまでにしましょうか。で、次回ダンジョンから開始する感じでいきたいと思います。ということで、ここまでにご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。
それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃ、またね。